の上にですね、杉玉って言われるのが上がってまして、まあ、あれが酒蔵の、まあ、いわゆるモチーフというか、あれが上がってると酒蔵って感じ。そうなんですね。はい、で、大体あの新酒ができると新しいものに付け替えるんですけども、まあ、大体12月の10日に新酒ができてくるので、大体12月の10日ぐらいに新しいものに変えて、緑のものに変える。緑なんですね。はい、杉の葉っぱでできてるんですよ。で、杉の葉っぱをこう刺して作られて、へ、緑のものに変えて、でそれが茶色くなってきたらお酒の飲み頃ですよっていう風なサインと言われてるんですけど、まあ、大体2週間ぐらいであの茶色くなっちゃうんですけど、あまあ、あのそういう風に言われてます。すごい美味しい、まあ、知らなかった。素敵な名前。ここがあの大和町が標高500メートルぐらいあるので、あの熊本市内から比べると2、3度気温が上がりて、違いますね、はい、少し肌寒い感じ で、ね、はい、で好き住みたくなるちょっと抜けると三世蔵っていうのがありますので、わーすごい、やばい、すごい、ね、でこの建物がですね、あの熊本地震の時ここに13棟建物があったんですけども、10棟が全半壊してしまって、であの残った建物がこの完成蔵という建物と、右側の酒造りをする蔵2つが残りました。で、まあ、この建物はですね、はい、あの建物としては蔵としては熊本県内で一番古い酒蔵になるので、まあ、あの壊してしまうのは簡単なんですけど、残そうということで屋根を変えてフローリングを変えて手前に引き戻して、まあ、ちょっと傾いてたのを引き戻して今カフェということで、素晴らしいやっております。これ震度いくつぐらいだった？震度6強ぐらいだったと思います。あのそれは崩れる、その地震自体よりもその後の、うん、あの何ですか、余震、余震、余震で結構バタバタ倒れていけました。あの昔のここの建物を知ってる人だとこんなに変わったのって結構びっくりされます。うん、酒造りの方も少し、はい、酒造りがですね、11月から3月の冬の時期だけやってますので、はい、今はもうちょうどあの休みの時期に入ってまして、次の酒造りの計画をしているところっていう感じですね。それは気になる、うん、次はどんなのができるオフシーズン、オフシーズン野球みたいな真っ暗なんですけど、おお、ちょっと開かないんですこれ確かにね、ちょっとこれ重たいですよね。酒造りをするタンクが9本庫の中に並んでまして、お酒の匂いしないと思うんですけど、だいたい今が中と外の気温が同じぐらいなので、多分20度ぐらいかなって思います。で、あの冷房設備とか何も入ってないので、冬はすごい寒い、去年は暖かかった、3年ぐらい前がすごい 寒くて、その時はあのつららが、この身長このぐらいで長いつららができるぐらいすごい寒い年もありました。このタンクがですね、はい、あの1本1ヶ月ぐらいで出来上がってくるので、1ヶ月、はい、でこの9本のタンクを2回転ぐらいさせて、まあ、その11月から3月の間にあの酒造りが終わるっていう。はあ、一本のタンクで一生瓶2000本ぐらいできるので、まあ、あのすごい酒飲みの人が一生で飲むか飲まないかぐらいの量が一本のタンクで出来上がっているという感じですね。酒飲みさんたくさんいらっしゃいますからね。酒造りのシーズンに来られると、ちょっとこの酒の香りとか作ってる風景とか、そういうのをちょっと見ていただいたりとか。ぜひその時また行きたいですね。はい、酔いそう、その匂いが。そうだって、香りだけで酔うっていう。すごい重たい。しっかりと、しっかりと。大事な場所だ。生き残ったら大事な場所ね。これ実は3階建ての建物で、見えないんですけど、あの昔はあの2000石って、今500石って、今の4倍の量を作ってまして、そんな酒の時は、はい、あの上の階から順番にこう工程を下ろしていくというか、
一番下のところで作り終わったものを瓶詰めして出荷できるように上から下にこう流れてたそうなんですけど、今はもう平面だけで作ってるような感じです、うん、2階には麹室はあるんですけど、それ以外は全部平面で作ってるような感じです。素晴らしい。あの地震を機にあの働き方改革もして、皆さんに腰痛とかでやられるので、あでも結構こう機械を入れて働きやすいように、はい、働きやすいように、はい、いいお酒を作るためにもっといいお酒ができる。取り組みが素晴らしい。完成グラも、ここでゆっくりしたいぐらい。いや、このカフェめちゃめちゃいい。やばい。え、鯉もいるし。ちょっとあの寒いんで外に出てきて。いや、本格的すぎる。暑くても外に出ないし、寒くても外に出ない。外出ないんですね、そこだと。この下が一番気持ちいい。このテラス、いいな。ね、まあ、あの江戸時代の寛政年間にできたんで、寛政蔵っていう名前ですね。1792年に建ってるんで、230年ぐらい前の建物っていう感じですね。はい、どうぞ。素敵、マジで。普通のまんまでございます。こういうの家に欲しい。ちょっと余熱を測りますね。はい、5度7分ですね。ちょっと低い。5度8分。なんかちょっと足が低いだけかも。え、本当ですか？嘘、嘘。おかしくなってきた。ちょっとおかしくなってきてる。靴のままです、どうぞ。え、靴のままでいいですか？靴のままです。なんか申し訳なさを感じるぐらい。お邪魔します。この黒い梁柱がその建った1792年に建った当時のものです。なんか力もらえそう、パワーもらえそう。なんか昔からなんかその古いのと新しいのをこう混ぜて、はい、サイズが素敵素敵すぎる。ちょっとカーみたいにして今使ってるんですけど、これは 船っていう道具で、昔はあの酒を絞るときに、これが今天板みたいにしてるのが一番下になるんですけど、この上にあの布袋にですね、布袋にお酒のもろみを入れて、頭を折り返してここに並べて、上からこう圧力をかけて絞るみたいな。でこの線に沿って向こうからテキテキと落ちてくるっていう。少しずつ、はい、っていう道具だったんですけど、らしいです。ちょっと今はカウンターに、はい、カウンターにイノベーションしたって、イノベーションして使って、やっぱ匂いがちょっと木の匂いがします、ね、木の匂いでめちゃくちゃ落ち着く。マスクしてるのが残念だけどね、うん、でもここは落ち着く。はい、ここはもうそのカフェメニューを楽しんでいただく場所で、癒されてくださ。うわ、揃えるのも大変やったの。思ってしまう。絶対くつろげるし、はい、めっちゃ長居したくなる。上の方がわりかしそのちょっとこう、なんていうんですか、ご年配の方をちょっとイメージして、下の方が少しポップなイメージで、はい、若者のイメージ。でも若者絶対違うので、めちゃめちゃくつろげる。いや、くつろげる、ここは素晴らしいところあった。すごいね、熊本。熊本にあったよ、大和町に。こんな素晴らしいところが、これはバズりそうだな。バズりそう。はい、2階はですね、ギャラリーです。ギャラリースペースなんです。ちょっと今コロナの影響で、ギャラリーをやりたいという方がいらっしゃらないので、社長のコレクションを並べてます。上は結構ヨガで使われたりとか、蔵ならではの。慌ててみてください。どうしようか。できませんね。イベントみたいなのをされる。イベントも、はい、お貸ししたりもするし、自分たちでやったり。うわ、これ好きよ。これ誰しも好きよ。なんか秘密基地みたいな感じの。上がってください、上がってください。匂いもいい。マスクしてるのに匂いが、木の。うわ、声出ちゃう、すいません、大きな声出ちゃった。興奮しちゃった。アーティストさんいっぱいいろいろ飾れるよ。いろいろこう好きに使っていただいて大丈夫なようにしてるので、ちょっと私がね超売れたら衣装ここに飾って勝手にしよう。勝手にしよう。一応ですね、あそこにですね、完成4年って書いてあるんです。あ、本当だ。じゃあ立った年のこのメモっていうかが少し残されて、あれも使ってるんですよね。だから前昔
妻で、はい、下市村の吉助さんという人が作ったんですよね。はぁ、大工柱っていうか、つながってんだな、やっぱり今とうまいこと融合してね、素晴らしい空間が残っております。社長さんのコレクションらしいです。どんな社長さんか会いたくなりますよね。ちょっとここはお気に入りポイント、マリナの今ナンバーワンナンバーワンです。お酒も飲める。そうですね、今からだけど。あ、そうですか。楽しみ。ここに落ちてない。ほら、お金のせいなんかさ、入れるとさ、いいみたいなのあるじゃん。ダメ。でもさ、せっかくなんかつながりがあるからね、デザインしてるとかさ。なん。な。ね、中田君、TikTok に。な。かっこいい、その持たれてる感じ、かっこいいモデルみたいな。あ、いいね、ほらちょうどロゴとさ、これそうそうそう、いいじゃん。もうちゃんとカメラ目線になって、しっかりこう。お酒セットお持ちしました。しかも自家製のピクルスと味噌豆腐です。自家製ピクルス、はい、自家製ピクルスで、豆腐、味噌豆腐。なんだろう、なんだろう、3杯あるので。グラス可愛いね。そう、こっちの右から1番、2番、3番って上から1番、2番、3番って並んでまして、純米酒 の新酒、去年の冬に、今年の冬か、はい、に作った新酒の純米酒ですね、はい、と真ん中が、純米の室賀生原酒、これとこれはですね、あのアルコール度数が15度と17度で、これは初めの一本って言って、はい、これ毎年一番最初に作るお酒の原酒なんですけど、これは20度です15、17、20っていう感じで、くらって、くらって、くらってあの、まあ、飲み比べなので少しずつ飲んでいただいて。15、17、20ですね、はいはい、そう思わなきゃ。どういうこと。まあ、飲み比べしてみてください。はい、ゆっくりどうぞ。ヌーボーって言うんだ。ジン作り新酒ヌーボー、純米酒新酒、味はほわんと優しい飲み方、米の甘みを感じる柔らかな味わい。それでは15、17、20度と。ちょっと私ね、お酒ね、ちょっと飲めないタイプ、ね、あの自称 17.5 歳って言ってるんですけど、まあ普通に超えてますけど二十歳過ぎのマリナさん、いただいてみたいと思います。でまず新酒純米酒ヌーボーから、ちょっと匂い嗅いでみますか。お、うん、ちょっとすごい甘い匂いがする。なんかちょっとバナっぽい。だってでもお米ですもんね。いただきます。いただきます。あれ？私飲める。美味しい。15度美味しい。ヌーボー美味しい。なんだろう。え？甘い。私あまり日本酒飲まないんですけど、これ多分飲みやすいと思います。ヌーボー苦気65%。ちょっと次も飲んでみたいと思います。次が純米室賀製原酒17度飲みたいと思います。ちょっと匂いを先、あれ、あ、ちょっとさっきのこっちのヌーボーは少し柔らかい感じがやっぱりして、あと甘みが強い感じがしたんですよ。匂いもバナナっぽいっていうか、ちょっとフルーティーっぽいっていう。こっちはちょっと酸味それにちょっと酸味がプラス、ほんと気持ちいいっていう感じがする。
17ちょっと飲んでいただいて、飲んでいただきます。いただきます。あ、全然違う。すいません、少しね、強い。こっちは柔らかくて、こっちちょっと辛口、一気に辛口きた。全然こっちは飲みやすくて、多分私こっち好きだなって、ヌーボー好きだなって感じなんですけど、でもこれは辛口好きの人は絶対こっちだなっていう。では次、3番、はじめの1本、新酒原酒はじめの1本というやつです。これが 20% になります。15、17、20、急に20と上がるけど、私大丈夫かな、ちょっと酔わないかな、フラッてなりそうな気がするけど、ちょっと、うん、あ、急にフルーティーさなくなった。これは私お菓子作り結構やるんですけど、お菓子作りに使えそうなお酒の匂い。あー、これ料理に使えるって感じ。1、2はそんななかったけど、フルーティーさだったから、まあ料理にも合うと思うけど、こっちもちょっといただいてみます。あれ、あ、待って、すごい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 、1と2を合わせた感じ。ヌーボーとあの室賀清原酒を合わせた感じがする。すごい、だろうね、やっぱ飲みやすい。お酒がちょっと苦手という方は、そのヌーボー一番の、私が飲んだ一番のヌーボーがおすすめだと思うんですけど、ほんと辛口が好きな人は2番、そして、まあ、どっちも味わえるっていうお得感だったらこの20度だけど、アルコール度数は、けどこの初めの一本かな、まあ、初めの一本って本当に名前からしていいなっていう感じで、初めの一本でこの2つの味を味わえると思うと、これはめちゃくちゃお得なセットじゃないですか。これで1100円で、これだけしかもついて、自家製のピクルスまでついて、ちょっとこちらの方もいただいてみたいと思います。ちょっと合いそうですね。何つっちゃくない、これ。はい、合うやつです。うん、うん、これどれにでも合う。1から3まで全部合う、このピクルス。え、味付け最高。美味しか。こっちの方もいただいてみたいと思います。味噌、見つけた豆腐です。味噌豆腐。チーズのようにねっとりしております。これもお酒に合います。これ、あ、これは辛口かな。合うんだったらピクルスは多分1、3かな。皆さんどうですか、飲み比べセット。多分お酒好きね、結構多いと思うんですよ。ぜひ熊本に来たら、通潤貯蔵さんによってこの飲み比べセットで、このねピクルスも、自家製ピクルスと豆腐の味噌のね、味噌漬けもついてくるので、ぜひ皆さん食べてみてはいかがですか。よかですか。